皆さんこんにちは、森崎アリスです。お久しぶりです。先日、六本木ヒルズにある YouTube スペース東京の、東京のですね、中でワークショップっていうのが行われているんですけれども、佐藤健二さんっていう方と私の神様のもう二郎さんに教えていただいたメイクを今日は、ここにですね載せたいと思います。もうね、私が特殊メイクを始めようと思ったきっかけが二郎さんだったので本当に嬉しいです。はぁ、本当にマジで神なんです。私にとっての神が二郎さんなんですけど、もう神様のもうなんかふわっていう匂いとかもうやばかったです。本当にまあ2個にわたってちょっと動画にしてみたいと思います。では、動画ご覧ください。どうぞ。疲れてるな、クマやば。今日使っていくのは、このブラウン、そしてホワイト、レッドのこの3色を基準に使っていきたいと思います。このホワイトはハイライトで使います。あとはブラックと、まあそうですね、ブラック、うん、まあ混ぜてとりあえず使っていけばいいと思います。はい、ちゃんと受けてはきたんですけど、正直ちょっと自信ないので下手だったらすみません。ちょっと今日はこの2ラインにしてみます。あと動画が10分で SD カード終了するので、ちょっと10分の間に頑張りたいと思います。でこんな感じで下書きというか、ここにラインをまず引いて、でその上から、これさ、待って、合ってるかわかんないんですけど、私メモってないんでわかんないんですけど、とりあえずこの上から多分黒多分黒か赤です。応用しながら頑張ります。はい、多分黒か赤なんですよね。黒か赤なんですよ。とりあえず頑張る。このパレットを使います。よいしょ。このですね、まあいつものおなじみのパレットなんですけど、こっちは今日はそんなに使わないです。使うとしたら使うとしたらこっちかな。ちょっとレッド系が、パープルレッド系が強いパレットです。こっちのパレットを使いながらですね、こっちの、今回使うのはここ使います。フランケン、要は人の肌と肌をくっつけてっていう感じのメイクなので、ここのね、肌のここら辺の白さをなくしていきたいと思います。こっちはまた違う色、違う皮膚を移植してるから、こっちは違う色でやっていきます。こんな感じやりました。でここの、右と左の、まあ、線の両サイドにハイライトを入れていきます。見てるような線入っていきます。あと2、3分しかない。こんなんでとりあえずいいかな。なんか私の中ではもっと黒くなるはずだったんですけど、ということで特殊メイクで遊んでみた投稿にします。